あたかけの人々は、吉谷信子の家族愛と、夫婦愛、女同士の友情を描いた小説。1951年に、毎日新聞に連載されて、翌1952年に、大英で映画化された。2008年には、東海テレビ制作、富士テレビ系ヒルドラで、テレビドラマ化された。この作品で、吉谷信子は、 第4回日本女流文学者賞を受賞している。1990年代には、講談社の大衆文学館から文庫本が出版されていた。主人公、ク子は、知的障害を持つ優しい夫、宗一を支えながら、養豚書を切り盛りする。幸せな日々が続くあたかけだが、夫の弟、ジョージが、事業に失敗しあたかけに戻ると、ジョージは、 怪しげな儲け話に、総一を誘い、ジョージの妻は総一を愛していると言い出し、クニコにとって落ち着かない日々がやってきた。2008年2月、コスモコンテンツより DVD が発売された。東海テレビ富士テレビ系列で2008年1月7日から3月28日まで、放送の昼のテレビドラマ。放送時間は、月曜から金曜の13時30分14時。 全60回。バブル経済終焉の昭和63年のクリスマス、幼馴染同士のアタケホテルグループ会長、蒼江門の息子、蒼一と使用人の娘、クニコは結婚した。蒼一には生まれつき知的障害があり、長い間合図の施設にいたのだが、母、綾子が心臓病で、余命行くばくもないこともあり、久しぶりに、東京のアタカ家に戻ってきたばかりであった。 翌年、国子夫妻は、長年閉鎖していた聡衛門と亡き妻、あや子の思い出である、あた高原ホテルを再開する。4年後、バブル崩壊と共に破産寸前の宗一の弟、ジョージとその妻、雅子が、あたか家に戻ってくる。名家の出身である雅子は夫、ジョージの無謀な新事業計画やチンピーラたちとの関係を知り、次第に、 汚れのない心を持った総一に惹かれてゆく。また、総一も、ピアノや生け花を通し、雅子を、初めて女性として、愛するようになる。それを知った国子は雅子に激しく嫉妬し、次第に行動がヒステリックになっていってしまう。一方、ジョージは総一から財産を引き出そうといろいろと、格索するが、アタケ高原ホテルのスタッフたちその他,他原作者である、 吉谷信子の生涯に焦点を当てたスピンオフ作品が2008年4月発行の雑誌マリカにて連載され2008年9月より東海テレビ制作昼の帯ドラマ東海テレビ制作昼の帯ドラマ公式携帯サイト昼ドラクラブにいてあたかけの人々の携帯コミックスも配信されているありがとうございます